本編番外、T1 スタイルズが行くワールドオブタンクス、パート113。このシリーズでは、普段の何気ない試合を振り返る形で、実況していきます。今回乗っていく戦車は、イギリスのティア8プレミアムライトタンク、戦ラック。同格最高となる410メーターの視認範囲を誇り、榴弾貫通が90ミリもある軽戦車ですね。今回は消音排気システム、レンズ被膜、車長用視認性向上装置を積んでの運用となります。通常3のイギリス軽戦車と異なり、攻撃的な車両で、単発平均180ダメージながら、装填棒なしでも5秒を切る装填時間で撃てますね。ただし隠蔽は決して高くないので、そこが通常3との大きな違い。てか通常3と別物と言えるスペックでしょうか。初弾は軽戦車にデクワス計算なので、榴弾を詰めていました。高い視認性と榴弾貫通から、対軽戦車キラー的な一面を持った軽戦車でもありますね。手前エルク3に一撃榴弾をお見舞い。角も重度と非常に取り回しやすく、偵察もさることながら、バトルライトタンクとしての色も持ちますね。奥に GSOR 駆逐。ここはエルク用に榴弾のままにして一撃加えてしまいましたが、2発目からは鉄鋼弾で対応です。いくら榴弾貫通がそこそこあっても、抜けなければお話になりませんからね。元より軽戦車の多いマッチングなので、この試合では偵察というより、攻撃メインの中戦車的運用をしていましたね。邪魔な民家は早めに撤去。ちなみに、この試合では偵察メインな拡張パーツ構成で遊んでいますが、市街地戦などに合わせた、レンズ被膜、装填棒、感知装置という、バトル特化な拡張パーツ構成も用意しており、野戦回収で切り替えて遊んでいます。同じく弾種も、今回は少し榴弾多めでセットしておりますが、コーティアに当たった時用に、もう少し榴弾を減らした構成も用意して、こちらも試合前に切り替えて遊んでいますね。榴弾と鉄鋼弾とを切り替えながら戦うことが多いので、弾種切り替えが早くなる搭乗員スキル、直感があると楽しさ倍増といった感じでしょうか。ちなみにこちらの戦ラックはフレンドからの贈り物車両。楽しく遊び始めておりますよ。左山上の 122TM にスポットされないか警戒しつつ、GSOR の狙撃を引き続き狙います。すでに南西側の丘上を取られているので、ここでスポットされると狙撃で狙われてしまいますからね。見つからずにダメージを稼いでいきたいところです。あの丘のポジションは、南東スタートの敵の方が、早くポジションを確保できてしまいますからね。我々北西スタートの場合は、あの丘を先に取られる前提で、どう立ち回っていくかが、キーポイントとなっていきますね。ここで GSOR が車線から切れたので、ミリ残りのバッチャ12トンをやり切りまして、丘からの車線を切りつつ、ぐるりと回り、先ほど討伐し損ねた、敵 GSOR の背面を狙いに行きます。スポットを切って反転し、後ろから回った方が近かったかもしれませんね。ちなみにこの後、岩に乗り上げて横転しかけるわけなのですが、戦ラックは不満のない機動力を持ち合わせる反面、少し車体旋回がもたつくところがあり、そこがやや不満な部分ですね。それ以外は概ね扱いやすく気に入り始めています。GSOR が撃破されましたね。UDES-03 に備え、またも榴弾を詰めてお出迎えに上がります。発見ですね。これぐらいの相手であれば、バッチリ榴弾を貫通できるので、狙っていて楽しいですね。今のように、榴弾で300近いダメージを出せれば、この装填時間からすると相当な噴間火力になるため、ここが戦ラックに乗っていて楽しいところでしょうかね。残る非発見車両は、駆逐戦車2枚。さすがにドン側目なフェルディナンドが陣地まで引き返してきているとは考えにくいな。だとすると、SU-130PM が一人陣地防衛に戻ってきている可能性も低いなと感じていたので、この辺りで狙撃をしているであろうという当てをつけながら、移動していましたね。この当てを外していたら、少し危なかったかもしれませんが、ここは読みが当たりました。この通りですね。おそらくこちらの丘上に、こいつがいるのも予想通りでした。SU は榴弾が抜けるので、自弾で榴弾を撃ち、気を引きつつ、あとは味方にお任せ。完璧ですね。ここでフェルディナンドは放置しつつ、キメラの背面をペシペシつまみ食い。非常に美味しいシチュエーションを作れた試合だったなと思いますね。
ほぼ偵察らしい偵察はしていませんが、自分の攻撃のためにスポットを取れた場面もあったので、やはりバトルライトタンクとしてのポテンシャルの高い車両だと思います。撃破完了。最後はフェルディナンドですが、こちらを見ているので、一発撃ち終わるのを確認してから攻撃。撃ちましたね。ここは欲張りすぎて一撃もらってしまいますが、危ないところでした。もう少しダメージが上に触れていたら、ここまで来ての爆散でしたからねー。ただダメージにがっつけた、気持ちの良い試合でございました。戦闘結果です。2バッジをゲット。ほとんどアシストを取っていない、というよりもアシストしてくれる味方がいるところで戦っていた試合ではなかったので、ダメージ総取り試合、みたいな感じでしたね。高い視認性を持ち合わせるので、アシストをもらうための偵察だけでなく、自分の攻撃チャンスを作るための偵察がしやすく、榴弾貫通の高さから、軽戦車と打ち合いで勝ちやすい点が、この車両の面白い部分ではないでしょうかね。反面、エルクや通常ツリーのイギリス軽戦車のような、隠蔽性はあまり高くないので、置き偵察をされているようなシチュエーションでは、偵察手段を悩まされたりもします。そういう場面でも無理に偵察しようとはせず、中戦車敵立ち回りでダメージを稼いでチャンスを待つこともできるので、なかなかに面白い車両だなぁと。そう思い始めながら乗っている、戦ラックなのでありました。以上、番外編でございました。まったねー。